はい、横田慎三です。慎三チャンネル、今日のテーマですが、新型コロナウイルスの3回目に行ってみたいと思いますがですね、やるつもりはなかったんですがですね、新型コロナウイルスでですね、パンデミックになれば、医療従事者に多数の死者が出ますよと前回前々回に言っていたんですがですね、 WHO がパンデミックを宣言しましたので、どうなっているかというとですね、情報がどんどん上がってきてますが、欧州を中心にですね、医療従事者に多数の死者が出始めています。心臓チャンネルでは、医療従事者にどれぐらい被害が出るのかというところを中心にですね、新型コロナウイルスの情報をこれから先も情報が上がってくればですが、出していきたいと思います。それでですね、アジアでもですね、もちろん中国では死者が出てますし、マレーシアでも医者が1人亡くなっています。そして、ですね、今感染している国ですね、感染している国は171カ国になっています。そして感染者数ですが、全体で32万超えということですね。今現時点ですよ、この動画を作っている時点で32万超え、死者数が1万4000超えということになっています。はい、では今日のテーマです。新型コロナウイルスです。はい、ではですね、続いていきますがですね、今欧州ですね、ヨーロッパを中心に医療従事者ですね、の感染が深刻な状況になってきていると、後で数は言いますがですね、深刻になってきていると、そういうことでですね、前提を知っておかなければいけないので、日本どういうふうにやってるかということを言っておきますがですね、 PCR 検査をしますね。積極的に PCR 検査をしてですね、軽度な人を見つけて病院に入れるとどういうふうになるかというと、これ、伝染病の指定の2類に指定しているので、特定指定病院じゃないとできないわけですよ。それでですね、病床の数は6000ぐらいですかね、全国で増やして6000ぐらいだと思いますが、東京だと700ぐらいじゃないですかね、それぐらいしかないわけですよ。それでですね、今日本では1500ぐらいですかね、患者数1500の死者数は40何人ぐらいの状況ですがですね、この1500人の中で半分ぐらい退院してますから、今埋まってるのは700から800ぐらいが埋まってると、6000ぐらいしかない中の800が埋まってるわけですよ。それで、ヨーロッパとか積極的に見つけるとどういうふうになるかというと、その指定病院はすぐ埋まると、軽度な軽い症状の人で全部埋まって、あっという間にパンクするということです。だから積極的な PCR 検査っていうのはしないということですね。で、積極的な PCR 検査をしないで何をしているかというと、クラスターを見つけるために PCR 検査をしていると。クラスターを見つけて、ビッグ、あれですね、オーバーシュートとか、患者のクラスターですね、メガクラスターとか起こさないように、PCR 検査をしているということですね。日本はそういうふうにやっているということです。はい、次行ってみましょう。はい、ではですね、各国の感染者数と死者数ですね、ここに大体載ってますから、下の方にアメリカとかフランスとかそういうところも載ってますが、もう大事なとこだけ言っておきますがですね、まず中国の感染者数が本土で8万超えということですね。もうざっくり言っておきますが、8万超えで死者が3200ということになってます。そして2番目にイタリアですね、イタリアが5万9000人の感染で死者5400、すごいですね。そして次スペインですね、スペインでは2万8000人の感染で1700人死亡ということになっています。そしてここまで言っておきましょうかね、イランが2万人の感染、そして1600人の死者ということになっています。でですね、ここからちょっと大事なことを言っておきますが、医療関係者ですね、中国の例を言っておきますが、まあ、マレーシアでも1人医者が死んでますがですね、中国では今36か7人ぐらい医療関係者が36、7、8、9、このぐらい死んでると思います。そしてですね、どういうデータがあるかというと、1716人の感染の時点で医療関係者6人というふうになってましたから、36だとすれば6倍ですね。ということはどういうことになるかというと、1700×6 ということはどういうことになるかというと、1万人ということ。感染者、医療関係者の感染者で1万人いるということです。で、これ8万人のうち1万人が何らかの医療の関係者ということになります。で、まあ、まだ問題がありますがですね、
この8万という数が正しいデータじゃないんじゃないかと、今中国のデータを疑う情報が出ています。そしてですね、無症状の人を4万人ぐらい入れてないという情報がありますから、これ実際12万ではないかと言われていますがですね、それにしたとしても医療関係者が1万人ぐらい感染している可能性があるということです。これは死者数から推定できる、数ということです。はい、次行ってみましょう。はい、で今世界にどんどん広がっていってますが、初めての感染者とか死者が出ている国も、ここにいろいろ書いてますので、見ていただければいいんですが、コンゴとかガーナ、コロンビアとかアフガニスタンとかも出てるんですがですね、重要なことを言っておきますがですね、なぜ病院に来るなと言ってるかというと、治療法がないわけですよ。現時点でコロナウイルスに対する治療薬、治療法一切なしとありませんので、軽微な症状の人が押しかけても何もないということです。何の薬もない、何の治療もないと。そしてわっと押しかけるとどういうことが起こるかというと、病院というのが一番クラスターですね、感染を広げる場所だということです。後でも言いますが、病院というところが一番感染するリスクが高い場所ということです。これをまず知っておくということです。はい、次行ってみましょう。はい、では今回一番大事なことを言いますがですね、医療従事者どういうふうになっているかというと、ヨーロッパですね、スペインですがですね、全体の感染者のうちの 12% に当たる3500人がですね、なんと医療従事者ということです。現場の医師とか看護師とか他いますね、いろんな、病院に勤めている人が感染してしまっているということです。そしてですね、スペインですね、スペインでは全体の感染者のうち 8% に当たる3600人、これが現場の医師とか看護師とか、医療関係者が感染していると。そして、大変なことですが、実際10人以上の医師がイタリアではもう亡くなっています。こういうふうになっているということです。そしてですね、フランスですが、フランスでも22日現在で1人。医師が亡くなってます、こういうふうに、病院に、感染者がわっと行くとですね、こういうふうに医療従事者が一気に感染してしまうと、そしてこういうふうに死者が出るということです。パンデミックになるとこういうふうになってしまうと、いうことを理解しておかなきゃいけないと。だから日本でもですね、これから先にメガクラスターからオーバーシュートですね、爆発的な感染が起こった時にですね、わーっと病院に押しかけてしまうとですね、こういうふうに医療関係者が全体で感染すると、何千人もを感染して死者が出るわけですよ。それで軽症な人はいかないと。そして、重症になった肺炎ですね、肺炎になった人だけを拾い上げると、こういうふうにやらないとですね、医療従事者に死者が出るということになるわけです。それでですね、今病院に来るなと言ってるわけです。もう実際、日本でも病院関係者がどんどん感染していっていますが、病院に行くことを制御しないとですね、こういうふうに死者がどんどん出てしまうということです。はい、次行ってみましょう。はい、最後ですがですね、ここにですね、記事がありましてですね、引用させていただきますが、記事があるわけですが、昔パンデミックがありました。ちょうど100年前ですね、1920年ですかね、18年、19年、20年にあったパンデミックがあります。新型インフルエンザですね、スペイン風邪と言われているものがありましてですね、当時船ですね、船で上陸してですね、列車などが交通網が発達してましたから、列車などでどんどん各地に広まっていくというようなことがあったということですね。そしてどのぐらい感染者があったかというと、全部足すとですね、2500万人ぐらい感染して40万人弱ぐらいが亡くなっていると。だからどうなりますかね、死亡率どのぐらいですかね、 今と同じような感じになるんじゃないでしょうかね。パーセンテージとしては非常に似ているということですね。パーセンテージとしては新型コロナの致死率と近いということですね。そして、ここに、どういうことがあったか、火葬場が満杯だったとか、小学校休校になったとか、学校ですねとか、いろんなことが書いてますが、一番大事なのは下、一番下ですね、
なんて書いてあるかというと、これ、九州日報とか福岡日報、それから九州日日新聞とか東京日日新聞とかの記事ですがですね、その一番下に何と書かれてあるかというとですね、看護婦が足らぬと書いてるわけです。どれだけお金を積んでも看護婦が集まらないと、当時の新聞記事に書いてると、医療崩壊を起こしているということがわかるわけですね。医療従事者感染して、医療従事者どのぐらい死者が出たかちょっとここには数字がありませんがですね、とりあえず感染が広がって医療従事者が足らないというような状況がこういうふうに出てたということです。今、これから先ですね、パンデミックが起こってですね、日本これから先オーバーシュートになるかどうかは分かりませんがですね、なるとですね、こういうふうに医療従事者は過去の例から見ても感染が広がると、死者も出るということです。はい、今日は新型コロナウイルスの3回目についてお送りしました。ありがとうございました。